皆さんこんにちは。クリプトンです。今日はタワー装備が出たので紹介します。それではどうぞ。チャンネル登録よろしくね。一つ目はこれです。前の以下の霊気が、ポーションバリアに置き換わったものです。防御力が高く、すごく安定します。黄金はハズレでしたね。ソウルフォーカスって使ったことありますか？コストもかかるので正直ない方が良かったですね。でもエンチャは最高でした。二つ目はこれです。なんと、凶暴化がついてます。凶暴化を入れると敵を倒した時 20% の確率で、攻撃速度を 50% 上げてくれます。霊気が来ても発動してくれるとかなり楽です。黄金は衝撃波だったので、前の怒りのクリティカルが変わった感じですね。衝撃波はおまけ程度ですね。怒りはすでに範囲の広く、リフレッシュの邪魔にもなるので、あまりおすすめしません。毎回出ると運転では相性いいのかもですがね。他にももう一ついいのが出ましたが、それは今度にして、ひとまず今回はこの二つで、デイリーチャレンジやっていきます。SNS のフォローは概要欄から。やってきましたデイリー3です。凶暴化があるので羽ぴょんはしません。ポーションが強いのでエリクサーを入れてます。サプライズギフトの代わりですね。やはり、火力と範囲は最強ですね。おっと大電。ウィッチはしぶといなぁ。エンチャント済みの敵のワンパン。凶暴化がつきました。霊気でこのスピードは素晴らしい。バリアも最高です。いい感じですね。凶暴化ポーションがあると楽ですね。クリーパーのワンパン。わお、めっちゃいい。たくさん
ても平気です。やばい、キノコ切れてる。あぶねえ。序盤は特に、ここから逃げながら戦ってましたね。待って、今はバリアがない。ましたね。旗はやめとくか。上手な戦い方やいい装備を身につけたら、いつかデイリーで旗を全部取ってみたいですね。強い。炎の道ややけどを持ったスライムは嫌いです。また欠点がいますね。解除しちゃった。やっぱりバリアが欲しいですね。やば、重力パルス。バリアなしは無謀ですね。洞窟もあと少しですね。危ねえ。ちゃんとポーションを待ちます。
固まった。まだまだ嫌な敵がいますね。よし、大変嫌ですね。いて、影かも意味ないので安心できないですね。黙ったので行きます。健康にビビらなくてよい。衝撃波。ポーション使いまくってたら解除しました。矢がいらないのも強みですね。いいですね。ポーションが今日はボスです。瞬殺しちゃいましょう。強い。というわけでデイリー3をクリアしました。今まではなんとかクリアしていたので HP を一つ残せてよかったです。よければチャンネル登録等お願いします。それでは、またねー。ポーションはもう届かない。ウィッチたちも復活に時間がかかるだろう。君のおかげだ。